グザビエ・ダルコスは、フランスの官僚、政治家、アグレガシオン取得者、元ペリグ市長、フランソワ・フィオン内閣の国民教育大臣、リモージュで生まれた、ボルドー大学でラテン語を学ぶ、1968年、書士学、社会学教授として教壇に立つ、1987年、ルイル・グラン学院教授、1989年、 ペリグー市助役に就任。1993年、フランソワ・アバイル国民教育省の下で、官房長、高等教育局長。1995年、アラン・ジュペ首相の教育政策担当顧問を務めた。他、フランス総司学官やパリ第四大学教授として、比較文学論を教えた。1997年、ペリグー市長。1998年、 ドルドーニュ県から上院議員に選出された。2002年、ジャンピエール・ラファラン内閣の教育担当大臣。2004年、協力、開発、フランス語圏担当大臣に就任した。また、2004年から、アキテーヌ地域圏議会議員に選出されている。2005年、経済協力開発機構大使に就任。2007年、 フランスはフィヨン内閣の国民教育省として入閣したアカデミーフランセーズ公式ウェブサイトの情報によるありがとうございます。